あ、でも天気いいかな今日は。今日は大丈夫ですね。昨日もあれからだ上がったからさ。今日でもね、お昼から雨だって。え、そう、じゃあ頑張んないと。まあね、すぐ終わる。はい、はあ、車を止めるのがそんなに止まってたんだ。あ、ごめんなさいね。ちょうどよく止まってないか。じゃあ朝向こうまで行って見てきたんだ。一回ちょっとあの様子を見に、ね、うんうん、場所の確認の、うん、あとこの上の山の上のサイトもどんな感じかなと思って登って。キャンプするんだっけ。いや、しないです。まあ、しなくはないけども、うん、まあ、普段たまにはすることはあるの。ないよ、基本ないですね。ないですか、あの、まあ、車の中であの車中泊はしますけども、もうこれ後ろベッドにして、うん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 、車がすべて。そう、ちょっと昨日起こったんだよね。結構ね、昨日もいっぱい落ちてましたね、うん、車、あの、どっかぶつけたり物が落ちてきたりとかで傷つくことはたまにはあるんですか。うん、今のところないですね。ほとんどそれがないよ。慎重に走ってます、ただ、木の枝が結構出っ張ってたりするんで、あと草がね、うんうん、私車自分で全然知らないうちにさ、今日あの後ろのバンパーが穴が開いてたのね、角が。あれ当て逃げなのか気づかないでなんかどっかなんか踏んだったりして、したのかどっちか、もうすごいショックですよね。そうそう、あ、もう行ってきたから別に道は十分なんだよね。今落石があったんで。そうやって慎重に避けて動いてるのね、落石に気づきながら、房総半島の岩はね、あの柔らかいから踏んでも、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫なんですけども、場所によってはね、あの鋭いんで、あのタイヤが切れちゃったりするところも、あの、いろんなところに行くんですか、撮りに。そうですね、日本全国へ。テレビのカメラマンみたいなカメラですよね、これ。YouTube 結構職業になってるの。僕は趣味。趣味、うん、職業は別にある。別に、会社員をやってますが。カメラの関係ではなくて、これは趣味で買ったんですか。そうですね、カメラ。あれ、木村さんってインスタグラムやられてますよね。やってます。あの、うん、昨日とりあえずあのフォローさせていただきました。ありがとうございます。なんて名前で。あのね、僕大泉やくもってね、あの、アルファベット大泉はね、あの、もうあの漢字です。あの小泉、うん、小泉やくも文字って大泉やくも、なので、まあ、あの、僕の動画のチャンネルも、まあ、そこから辿ってもらえるわけで、来週ぐらいかな、開墾版アップするのは。ちょっと編集して、あ、そういう、もう、あの、かなりちゃんと勉強してる撮影者なんですね。猿がいた。いましたね。私歩きたくないけどさ、キョンいましたね。歩きたくないけど、ここで降りたいところではあるけれども。降りますか、じゃあ。あの、うん、車は置くところがいっぱい置いてあったけど、うん、置く場所ありました。ちょっと見に一緒に、じゃあ、うん、ちょっと見て、歩きたくないからっていうか、なんか歩くのが相当遅いんです。置けるよね。まあ、置けるのは置けますね。じゃあ、もう少し減ってるかな。あ、じゃあ U ターン。それにもう分かった。 U ターンして、うん、あそこに置ける、あの、はい、白い車のところに前ね、じゃあ、はい、すいません、 2,3 回往復することになっちゃった。いずれ帰るから、この子たち、ここにいっぱいいるんだよ今日。それじゃあ先に歩いてるね、何しろ遅いから。あ、わかりました。じゃあ、
水はこうか上がってきてからの。はい。はい、じゃあ、おしべで落としてください。どうしようかね。ちょっと待って。ここで。はい。ここはいいか。ここで。はい。すいません。はい。よいしょ。よいしょ。じゃあ置いてきます。お待たせしました。動物のね、ええ、頭がおしまいしてあったんだよね。キャンパーさんが写真撮ってくれて、はい、亡くなってるからまた別の誰かが持ってっちゃったの。売れば金になる。これはいけないんだけど、これ絶対お金が使わない。これひどいね、うん、やりっぱなしだね。いいね、水量が多くて。じゃらんに書いてあって歌ってるのはこれでね、はい。
も横穴の上に今やっぱり今も結構大変なことです。はい、水量が多いけど大丈夫かな。なるほど。はいはいはい。あそこらへん。はい。ヒルはいますかね。ないね。はい。はい。なんか他の人たちによるといっぱいあるそうです、あのような穴が。あそこに穴があるでしょ。あんな穴が向こうに、あの先を降りたところにもあるし、たくさんある。じゃあ行きます。
ちょっと入るのは怖い怖い、ちっちゃい、あの穴が小さい、うん、よし、
この上が畑なんですよね。こういうとこが昔田んぼだった。あ、この平らなところ、向こう側にも田んぼだった。こっちを他のお客が行って、はい、一人だけでやりたいときは外れて向こうの方でやった。あ、向こうにも広場がある。広場ってこんな感じ。あ、こんじがね、うん、サイトが。昔は遅いと、昔はあんまり下がってなかったから、うちの妹なんか母と一緒に向こうで栽培してたものを取りに行ったりしたって言ってます。ほう。いや、なんかキノコとかウガとかそっちに植えてたんだって。あの横穴の人がさっきね、あの、この下のさっきの横穴は抜けるとこっち側に出るってこと？そこに出てくる。ああ。で、ほら、こういうとこにもキャンプした音があるでしょ。ありますね。うん。ああいうとこでやる人たちいるんですよ。結構あそこ平らな面積が広いんです。じゃあちょっと先行って車を取って回してきますね。お願いします。はい、はい、疲れちゃうから大泉薬もです。大泉薬も、はい、動画上げたらあのインスタグラムに連絡します。どうもありがとうございました。